はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。今日はね、倒していきましょう、あいつを。はい、魔王を倒していきましょうということで、パーティーはね、守り人、天地雷鳴士、大神官と、ちょっとね、今まで魔剣士を使ってたんですが、天地雷鳴士2人でね、メインのアタッカーやっていきたいなと思います。で、メインはこれです。ウロボロスの杖、メドローはね、使っていきたいと思います。心はこんな感じで、なんとかメラヒャドギリギリ合わせて 1% の差みたいなね、感じですけども、こっち側のね、左側です。で、このドメディの刻印ですか、これがね、結構いいんですよね。相手のね、魔王のやつをね、なんかバフをね、奪ってくれるっていうね、ところなので、これはいいっすよね。で、あとはカカロン使っていくので、左側という感じですね。で、もう一人がこちらです。はい、光の体験ですね。ここはね、メタキンの体験でもいいと思うんですけど、むしろそっちの方がいいのかな。ただ直撃があるんで、カカロン使っていくと、その一発目のダメージに引っ張られて追撃がダメージ決まってくるようなので、直撃だったらそれなりに安定してダメージ出るかなというような感じで、光の体験を装備させております。そして心はこんな感じで、ちょっとメラ耐性をちょっと意識はしてるんですよね。サイクロプスメラ耐性と、あとはブレアメラ耐性というような感じで、ちょっとメラ耐性を入れてっていうのね、心になっております。もうちょっと攻撃デインとか、ハテナハテナ系とか、そっちに寄った心セットでもいいのかなとは思いつつも、ちょっとメラに寄せてるという感じですね。で、守り人がクリフトさんです。はい、クリフトさんです。ザメハとかもありますしっていうところで、対メラっていうところで、こんな感じの心になっております。はい、心道はグレートウォールの方ですね。はい、そして大神官は神秘の水晶と輝きの花、これは一応入れてます。はい、これなしでいけてんのかな。こんな感じの心セットとなっております。それじゃあこんな感じでいってみましょう。さあ、魔王来ましたね。強そうだよね、もうここからね。強いんだけどさ、で、心もさ、強いよね。これはさ、めちゃくちゃ欲しい。だって回復も上がるし、呪文ダメージも上がるしっていうことで、本当に4つ欲しいなと思った心です。さあ、いきなり光の体験が OK。 いや、カカロン強えな。この追撃マジ強いと思う、本当に。レベルまだ49とか50だからね。いい感じ、いきなりメドロー5万だよ。これバフ入ってなくてこれぐらい出たらすげえな、強えよな。メドローが強いっていうのももちろんあるんですけど、本当に今後なんか魔剣士じゃなくって、レベル上がったら天地雷鳴士でいいんじゃねえかって感じしますよね。相手のドメディで相手のバフも奪ってくれるしみたいな。相当なんか強すぎない？大丈夫？めちゃくちゃ強くない？もうちょっと武器を選んだりっていうのもあるのかもしれないんですけど、剣士の方がね、いろんな攻撃しながらバフが上がって、バフがついたりとかね、するので、そういった面は強いんですけど、カカロン次第みたいなところもね、もちろんあるんで、天地雷鳴士の場合は。ただ強いよな、こんなに簡単に3万4万が簡単に出せるんであれば、昔の武器だって十分活躍できるし、武器難民の人は天地雷鳴士しっかり育てればそれなりに戦えるしっていうね、感じもありますよね。もうちょっとだからレベル上がってくれれば、ソロでもだいぶ戦いやすいのかなっていうね、気はしますけど。カカロンも結構
いいよ、オッケーオッケー。ああ、お尻に一回か、追撃一回か。ああいう時にな、直撃の時に、直撃結構ダメージだ時に。オッケーオッケーオッケー。うわ、あれも一回か。これ今の暴走でさ、4回とかあったら今の感じで2万×4とかってやばいよね。簡単にプチロマン砲が撃てるからね、メドローアの。いいよ、クリフトさんいいっすよ。まあ、困ったらね、2人ザオラルが使えるっていうのと、まあ、あとは眠ってもザメヘが使えるっていうんで、まあ、あとは終盤ニオダジ使いながらっていうところで安定した戦いができるんじゃないでしょうか。まあ、今回ね、お一人入ってくれてる方が強いんでサクサク進んでおります。ソロじゃないんであれなんですけど、このメドローアが強いっていうね。いや強いよ、ほんとこの武器だけでいいんじゃねっていうぐらい強いよね。もうこれ倒せちゃうね。次のターンで終わるかな。一応でもあれかな、この一発目のこの、おやべ寝ちまった。この一ターン目でいきなりメラゾーマ3連発で1人に当たって1人いきなり倒されるっていうパターンがたまにあるんですけど、そんなね事故が結構あるんですけど、それさえなければ割とこのパーティーで戦える感じしますね。ソロでもいける感じする。どうしようかな。でももう次で終わっちゃうかな、これきっとね。念のためでもザメハやっとく？やっときますか。よいしょ。これで次、これで目、ああ、落ちちゃった。一緒に戦ってくれた方、ありがとうございます。強かった。さあ、心は？おー、いいね。A です。はい。っていう感じでね、倒せました。またよかったら見てください。